冒州うちわ冒州うちわは、千葉県南房総市、立山市特産のうちは千葉県の伝統工芸の一つ、京うちは丸亀うちわと並ぶ日本三大うちわの一つである。江戸時代、関東でうちわを生産するようになる。房総には、目だけが自生し、うちわに適した蓄材の産地として知られ、江戸時代から蓄材の出荷が行われていた。 江戸への積み出し港としては、名古港が使われていた。1877年頃から、名古港周辺で、内輪の骨作りが始まった。某州内輪振興協会は、地方資料召喚千葉県観光における、1877年に名古町で内輪生産が始まり、近隣に広まった、という記述を紹介している。房総町村と人物観光によれば、 1884年に、名古の岩木総五郎が東京から、内輪職人を招き、内輪骨の生産を始めたのが、欧州内輪の起源であるとする。ただし、当初は、当地で生産したのは、内輪骨だけであり、東京で、江戸内輪として仕上げていた。当地での内輪生産については、1887年頃から、名古の押したり慎太郎が竹を加工した。 半製品を出荷するようになったことや、1907年に岩木正七が本格的な割木地区の加工、出荷を始めたことを、その始まりとして位置づける序述もある。1923年の関東大震災により、東京の内和生産は大きな打撃をこむった。東京の内和問屋が、那古港に近い船形地区へ移住し、欧州での内和生産が本格化したに、 船形町に移転し、内輪骨から完成品まで生産する一貫生産を開始していたという。震災後には県による産業育成指導もあり、町を挙げての内輪生産も行われるようになった。これが、防州内輪としてのブランド確立に至った。名古、船形、富浦といった漁師町では、内輪作りが女性の内職として歓迎された。最盛期には、 年産800万本に達したという。1984年、千葉県指定伝統的工芸品に認定される。2003年、経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定される。ありがとうございます。